お、ごめん。いえ、大丈夫です。どこか行くのかい？ええ、アナスタシアさんのお見舞いに。清十郎さんは？レイジに初歩を呼んできてくれと頼まれてね。彼女がどこにいるか知らないかな？どこでしょう。いつも通り中庭にいるかも。そうか、行ってみるよ。ありがとう。はい、それじゃ。ハスホ、ちょっといいかな。レイジが機体の整備で君の力を借りたいらしい。シワが？でも私は機械いじりなんてできないぜ。なんでも量子水晶の霊質とやらを見てもらいたいとか言ってたぞ。霊質ね、よくわからないけど手伝えることがあるなら行ってみるか。格納庫だ、行くぞ、ハツホ。さくら、何があった？アナスタシアさんが、とにかくこっちです。アナスタシア！キャプテン、みんな意識が戻ったのか？よかった、本当によかった。なぜ私を助けるの？私はみんなを裏切って。アナスタシア、俺たちは仲間だろ。本当にバカね。そんなだから私にも騙されるのよ。いいんだ、今は無理して話さなくていい。いいえ、言わせて。これが最後になるかもしれないから。アナスタシア。清十郎、アナスタシアちゃんの死体用にさせてやれ。わかった、話してくれ。私はいつだって偽りの生を生きてきたわ。私が私だったことなんて一度もない。孤児だった私をプレジデント G が育ててくれたわ。スパイとして自由に使える駒として、私は彼のために働いて、それしか道を知らなかったから。これが原案相鉄だと知ってからも同じだった。人も駒も私には変わらなかった。いえ、コーマの方がいいとさえ思った。だってゲイオンは私の家族を蘇らせてくれる、そう約束してくれ。戦争で人に殺された、私の家族と大好きだった家族とまた会わせてくれるって。だから私はごめんなさい。お父さん、お母さん、私こんな風になっちゃった。ダメな私で。
スタシア！ボケ！聖獣の！死なせ！絶対死なせねえからな！レイジ、アナスタシアは？予断を許さん。だが、できるだけのことはした。わかった。あとは、祈るだけか。知りませんでした。私、アナスタシアさんにそんな過去があったなんて。アナスタシアさんはいつだって舞台の上で輝いていて、それなのに。なあ神山、アナスタシアはどうなるんだ。私たちはどうすりゃいいんだ。それは今まで通りでいい。アナスタシアは今も俺たちの大切な仲間だ。そう言うと思ったぜ。本当にいいんだな、それで。ああ、初穂たちだって分かってるはずだ。何があろうと仲間を見捨てたりしない。それが俺たち花組の進む道だ。本当に隊長らしく頼もしくなりましたわね、神山くん。すみれさん、それにしても無事でよかったです。すみれさん、おかげさまでね。月組が助けてくれたわ。月組？まあそのことはまた後で話すわ。帝剣は結局奪われてしまったのね。すみません、守りきれませんでした。仕方ないわ。詳しく教えなかった私も悪いのですから。でもどうして私の刀が帝剣なんですか。あれはただのお母さんの形見で。私にも詳しいことはわからないわ。とりあえず一度現状を確認してみましょう。10年前、ニト作戦によって私たちは高魔王をゲントに封じたわ。帝剣はそのゲントを封じ続けるための鍵なの。そう、あの時倒したと思っていた。でも人間になりすまし、プレジデント G として世界歌劇団連盟を操っていたなんて。原案相鉄は奪った帝剣を使ってゲントの封印を解いた。その考えられる目的はただ一つよ。それは高魔王の復活ですね。その通りよ、神山君。高魔王が復活したら帝都はどうなるんでしょう。あの決戦の時、全歌劇団の力を結集してもゲントに封じることしかできなかった敵よ。もし復活すれば、帝都はおろか世界中が一瞬で闇に落ちるわ。絶対に復活させてはダメなの。とはいえこのままではゲントの封印は解かれてしまう。そうなったら高魔王の復活を止めることは。さあ、何か方法はないのか。一つだけ手はある。鉄管さん。お父さん、どうしてここに。これが私の役目だからな。手はあるって
何か知ってるんですか？うん。帝剣雨宮国定。私が鍛え、桜が持っていた帝剣の名だ。かつてその力で帝都を二つの都市に切り裂き、片方の玄都に高魔王ごと封印した神器、その封印が解かれれば玄都が復活し高魔王は復活する。そうです。だから早く帝剣を取り戻さないと。帝剣はその強大な力のため、この世に必ず一本しか存在できない。新しい帝剣を生み出せば、敵が持つ帝剣の力を失われ、封印を解くことはできなくなる。新しい帝剣を作る。そうだ。それがこの状況を打破する最後の手段だ。やった、やったよみんな。これが私たちが勝つための逆転の一手。これで世界を守れるよ。ああ、やった、やったぞ。早く帝剣を作りましょう、天川さん。新しい帝剣を打つためには必要なものがある。何でも言ってください。絶対に揃えてみせます。雨宮家の女が持つ絶海の力、さくら、お前の命が必要だ。え？な、何言ってるの？お父さん。さくら、雨宮家の運命に従い命を捧げる時が来たのだ。お前の母ひなたも二都作戦の時も自分の命を差し出した。今の帝剣雨宮国定はお前の母の命でできているのだ。そんな。お母さんも私の刀帝剣に。じゃあお父さん、お母さんの命、お父さんの、そんな。さくら。おい、おっさん。今あんた言った？帝剣に命を捧げるって本気なんですか？娘の命だよ。冗談でしょ。このようなこと冗談で言わぬ。わからぬならもう一度言おうか。雨宮の命を用いねば帝剣は作り出せん。桜、己の運命を受け入れよ。鉄火さん。俺の命を使え。誰の命でもいいわけではない。言ったはずだ。帝剣を作るにはさくらの命が必要なのだ。そんなことって。さあ、こんなことあってたまるか。聞こえるかね、神崎君。内務大臣。状況は分かっているはずだな。今帝都は未曾有の危機にある。軍の基地も高魔に占領され、もはや抗う術は一つしかない。雨宮桜の命を使い新しい帝剣を作るのだ。しかし、これは国の決定だ。君ごときが口を挟む事柄ではない。さあ、雨宮鉄管氏の言葉に従いたまえ。何を迷う。
わずか一人の犠牲で全ての国民を救えるのだ。名誉だと思わんか。名誉だと、ふざけるな。桜の命を何だと思っているんだ。桜よ、あまたの命を救え。お前の命がこの世界の人々を救うのだ。そう、日向の時と同じだ。日向も大切な人たちを守るために、お前の未来を守るために命を懸けた。笑顔でな。今お前の大切な人を守ることができるのは、さくら、お前だけなんだぞ。私、分かっちゃった。お母さんもきっとこんな気持ちだったんだ。大切な人、大切なこの町を守りたいって、花組のみんなを守りたいって私思っちゃったよ。だから私の命使ってください。ダメだ。清十郎さん、ダメだ。それだけは絶対にダメだ。ダメだって言ったって仕方ないじゃないですか。お母さんだってそうしたんですよ。私が私の命を使えば大切な人を守ることができるんです。仕方なくなんかない。君が教えてくれたんじゃないか。最後まで諦めないことを、絶対に諦めない勇気を、全部君が教えてくれたんだ。俺は帝国歌劇団花組隊長神山清十郎は、この命令には絶対に従わない。清十郎さん、だって君は今泣いているじゃないか。何が平和を守るだ、世界を救うだ。女の子の涙一つ止められないような奴が世界を救えるわけないんだ。俺は約束したんだ、さくらを守るって約束したんだ。だから新しい定型なんて作らせない。さくらの命を使わせたりなんて絶対にしない。どうするというのだ。娘の命を守り帝都を捨てるのか。帝剣ならある。あそこに、帝国競技場に。俺は命を懸けて帝剣を取り戻す。俺は一人でも行く。桜を救うために。おいおい、一人でいい格好すんじゃねえよ。さくら、ハツオ、ごめんな。さくら一人に辛いこと言わせちまったな。ごめん。私たちが言わないとダメだった。定権を取り戻してみせるって、一緒に命を懸けるって。そういうわけだ。桜が何と言おうと俺たちは行くからな。そんな甘い考えで救えるか。思い上がるな小僧。鉄管さん、俺はあなたも救ってみせる。なんだと。桜の命を救っても桜が泣いていちゃ意味がないですからね。父と娘が笑って生きられる世界を絶対に取り戻してみせます。聖母、お前。私
ですか。生きてあなたのそばにいていいんですか。ああ、一緒に生きるんだ、さくら。清十郎さん、ありがとう。清十郎さん、ありがとう。みんな、盛り上がってきたじゃねえか。さっさとこんな逆境跳ね返すぜ。里の掟99条、ためらうな、勝利を目指せ。反撃開始です。私たちで最高の物語を描きましょう。待て、何を言っている貴様ら。分かっているのか、国家反逆罪だと。これは我が国の決定だ。今すぐ雨宮さくらを殺せ。殺すんだ。スミレさん、やっぱり花雲の隊長はこうじゃないとね。あなたの覚悟に私もかけます。勝ちますわよ、この戦。すみれさん、総員出撃準備。ゲント再封印作戦を開始します。了解。